原田義明、原田義明、原田義明、1944年10月1日台は、日本の通産官僚、政治家、弁護士、自由民主党所属の衆議院、議員、発起、原田国際法律事務所代表者、八幡製鉄株式会社での勤務を経て、中小企業調査次官、通商産業省大臣秘書官、衆議院外務委員長、 衆議院財務金融委員長、衆議院衆議院消費者問題に関する特別委員長、環境大臣、内閣府特命担当大臣、原子力防災担当などを歴任した。福岡県出身の通産官僚、政治家、弁護士である、東京大学法学部を卒業し、八幡製鉄に勤務していたが、国家公務員上級職試験に合格し、 通商産業省に入省した。また、同じ年に、司法試験にも合格している。通商産業省では、地方市文部局の関東通商産業局にて、総務課の課長を務め、外局の中小企業庁では、参事官を務めた。さらに、通商産業大臣となった、渡辺道夫の下で、大臣秘書官を務めた。通商産業省を退官し、 第38回衆議院議員総選挙にて落選するも、第39回衆議院議員総選挙で初当選を果たす。しかし、第40回衆議院議員総選挙では落選する。以降は政治活動の地盤を神奈川県から福岡県に移し、第41回衆議院議員総選挙にて返り咲く。その後は連続当選を重ね、 1> 第1次小泉第2次改造内閣にて文部科学副大臣に就任し、第2次小泉内閣でも再任されたが、学歴詐称が発覚し、副大臣を辞任した。第45回衆議院議員総選挙では再び落選するも、第46回衆議院議員総選挙にて会議在いた。衆議院では外務委員会、財務金融委員会、 消費者問題に関する特別委員会にてそれぞれ委員長を埋めるなど要職を歴任した。第四次安倍第一次改造内閣にて環境大臣、内閣府特命担当大臣、原子力防災担当として初入閣を果たしたが内閣改造に伴い退任した。福岡県立周遊館高等学校から東京都立小山大高等学校を経て高校時代、 エジソン高校、オクラホーマ州に、完備留学。1968年東京大学法学部、卒業後、八幡製鉄に勤務する。1969年、国家公務員採用上級職試験に合格し、1970年に、旧通商産業省、現、経済産業省入省。同年司法試験合格。通産省入省同期には、 林良造、元経済産業政策局長、東京大学公共政策大学院教授、中村敏夫、元中小企業庁長,長官、愛知万博事務総長、根鶴三郎など、フ仏大学フレッチャースクールに、完備留学。以後、関東通産局総務課長、中小企業調査次官、渡辺道夫通産大臣秘書。1986年、 第38回衆議院議員総選挙に、旧神奈川2区から無所属で出馬するも落選。1990年、第39回衆議院議員総選挙で、初当選。しかし、再選を、目指した1993年の、第40回衆議院議員総選挙では次々移転で、落選。小選挙区制への移行期に、山崎拓の勧めもあり地元である。 福岡国に拠点を移す。ところ属派閥は、政策科学研究所、渡辺派から、山崎に従って、近未来政治研究会、山崎派に参加。2004年5月、学歴詐称が発覚し、公述、文部科学副大臣を辞任。2005年に、外務委員長に就任。2006年9月、議員運営委員会筆頭理事就任。 その後相次いで行われた福岡市と北九州市の市長選挙で党が推薦した候補が相次いで敗れた責任を取り小賀誠が県支部連合会、県連の会長を辞任したことを受け、2007年2月14日、公認の県連会長に就任。任期は5月まで。2007年6月、県連会長の座を地元県議と交代し、 第21回参議院議員通常選挙の件、選対本部長に就任。2007年9月、財務金融委員長就任。2008年9月、自民党筆頭副幹事長就任。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙で落選。2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙で当選。 国政へ復帰する。復帰後は、それまで所属していた、旧山崎派、石原派ではなく、ため公会、麻生派に加わった。2014年12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙で、7 0 2016年9月、衆議院消費者問題に関する特別委員長に、就任。 2017年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙で8選。2018年10月2日、環境大臣として初入閣。2004年5月にホームページなどで、1976年9月に、米国ボストンのタフツ大学大学院、フレッチャースクール卒業などとしていたが、必須の単位が一つ足りていなかったことが判明、同月20日に、 文部科学副大臣を辞任。初当選時の1990年や93年の衆院選で選挙候報などで卒業と虚偽記載していたことが発覚。卒業を信じていたとして意図的な詐称ではないと弁明したが、現任したことがないのは事実だとして、卒業証書を受け取っていないことを認めた。さらに前年の二千三年衆院選の際に配布した名刺、法廷ビラ。 パンフレットなどにも、虚偽の学歴を記載していたことが発覚。法廷ビラは、公職選挙法の上限の個人文と、政党文を合わせ11万枚作成していた。民主党の子賀淳一郎、後に、議員辞職の学歴詐称について、政治家以前に人間として、決して許されるものでなく、相番、何らかの決断は必要と激しく批判していたが、 自身の議員辞職については、副大臣を辞することで、責任は十分に果たしたなどとして否定した。原田義明が代表を務める政治団体は21世紀政経会で、東京都千代田区長田町に事務所がある。最も多い団体収入は、セミナー収入であり、他に、自己個人献金、団体寄付、ため公開イコール代表、麻生太郎がある。 また団体には代表自身を借り入れ先とする1000万円の借り入れ金がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。